だから我々営業マン、この8秒間がこれ勝負なんです。ここでね、バチッと、こんにちは、迷った時は即決営業、営業コンサルタントのさつみです。今日ですね、このテーマですね、クロージングについてです。皆さんちゃんとクロージングできてますか？私もいろいろな営業マンと働いてきましたが、クロージングね、やっぱしっかりできている営業マンってやっぱり成績いいんですよ。しっかりとクロージングできてるとですね、売上とかこの契約率にもろに直結してくるんで、皆さんもこうしっかりクロージングしていてください。クロージングってすなわちこれ訴求することなんですね。お客様にこちらのしてほしい行動を求めて訴えていくわけなんです。だからね、しっかりと全商談全訴求していきましょう。お客様の顔色とかも反応とかこれ関係ないです。とりあえずこの動画見た方はね、もう全商談も全部訴求していきましょう。この私の後ろに映っている即決営業10か条のこの3のにも書いてますね、全商談全訴求を必達せよ。だからこの即決営業の YouTube 見ている方はもうね、こう即決営業の生徒さんみたいなもんですから、どんな状況であれ全部の商談は全て訴求していきましょう。あなたの商品を買うとか買わないとか、あなたの話をこう聞くとか聞けへんとか、そういった契約とかアポに関しても、それでもお客さんが決めることなんですね。だから我々は営業を学ぶすることはこう自信を持って、この商品でご決断ください、絶対に丸丸さんにとっていい話になるんで私に時間ください、こういうふうにクロージングして訴求していく、もうこれのみです。お客さんにこうめちゃくちゃ嫌な顔されてようが、こうプレゼン刺さってなかろうが、犬に吠えられたり、もう子供がねめちゃくちゃ泣いていようが、お金がないとか、こうどう見ても買わへんお客さんそうやなとか、一回相談してとか自分では決められへんとか、今月の成績俺悪いとか、もうテンション上がらんとか、自分に自信がないとか、もうどんな状況であろうが何言われようが、そんなことは我々営業マンにとっても関係ないです。あなたが営業の現場に出たなら、全商談クロージングしてこう訴求していきましょう。最初決まらなくたって、もうあなたがその訴求したっていう事実があなたの自信につながっていきますからね。それでは今回はこれを踏まえてですね、お客様を決断させるクロージングのシャワーというテーマでお話しさせていただきます。全商談これクロージングかけていったら結構な数クロージングできると思うんで、あなたがですね全商談全訴求できるようになったら、次はねこのクロージングのシャワーというのを使っていきましょう。あなたもこのクロージングができれば絶対売り上げ上がってきますから、ぜひ最後まで見て活用してください。それでは行きましょう。即決営業。それではこのクロージングのシャワーについてお話しする前にですね、あなたも欲しい商品があった時にこれ迷った経験とかじゃないですか。この商品をこうめちゃくちゃ欲しいけどどうしよっかなって、こういう感じで悩んだ経験ってこう絶対皆さんあると思うんですよ。こういうこうどうしよっかなっていう、こういう瞬間ですね。こういった商品が欲しくなった時に発生する迷いのことを、我々即決営業でこれ迷いの壁って言っててですね、別名クロージングシグナルって言うんですけど、これお客様がクロージングをかけてくださいっていう、こういう合図なんですね。ちなみにこのクロージングシグナルが鳴ってる時間っていうのがおよそ8秒間で言われててですね、この8秒間でお客様は購入するかしないかを決めていくわけなんですよ。だから我々営業マン、この8秒間がこれ勝負なんです。ここでねバチッと決めてもらえればこれ商談スーッと終わるんですけど、ここでね決まらんかったらですね、もう切り返ししていって、まだもう一勝負かけていかんとあかんわけなんです。だからですね、この8秒間のクロージングシグナルが鳴ってる時間は、このクロージングをですね、こうシャワーのごとくお客さんに浴びせていきましょう。これがクロージングのシャワーですね。クロージングは黙った方がいいっていうパターンもあるんですけど、この辺話し出したらちょっと長くなるんで、とりあえずこのクロージングをですね、シャワーのように浴びせていきましょう。じゃあちょっとやった方が早いと思うんで、このクロージングのシャワーをやっていきますね。例えばあなたが物販のオンライン講座を売っている営業マンやったとしましょうか。いろいろプランの案内をしてですね、決めてもらったらここからクロージングですね。ではこれ丸々さん、このオンライン講座を受けないと副収入でこれ5万円が入ってきません。だからね、結局最後は丸々さんの決心次第なんで、ぜひこの機会にご契約ください。もう頑張っていきましょう。我々プロなんでこれお任せください。じゃあお客様ね、どうしよっかな、これ迷うなってこう迷ってるわけなんですね。この迷ってる時がこれクロージングシグナルです。すなわちこのクロージングをかけてくださいっていうこう合図ですね。ここでまたシャワーのごとくさらにクロージングを浴びせて畳みかけていくわけなんですよ。まるまるさん、月々1万円でこれスタートできますから、しっかりとこのオンライン講座を受けてもらってですね、お子さんのためにしっかり稼いでいきましょう。もう副業でね、月5万円稼げるようになったら、これ一気に人生変わっていきますから、しっかり知識も蓄積されますし、稼げるようになったらですね、もっとこうしていったらいいんちゃうかってこう考えるようになってですね、さらにこれまるまるさんが努力すれば、月5万円以上もこれ稼げるようになりますから、そうしたらこの物販の作業もめっちゃ楽しくなってきます。私も数年前にこの物販の副業を始めたんですけど、今は本業ぐらいにこれ稼げてますからね。副業でこれ本業ぐらい稼げてるとですね、本業にもいい影響あって、これ仕事が楽しくなってきました。だから丸々さんもね、一歩まず踏み出してもらって、自己投資って言った意味で1万円払っていただければ、そういった生活が叶いますから、私たちと一緒に頑張っていきましょう。ここでもこのうーんって感じでこれ迷ってたらですね、
もうここはね、もうこれまるまるさんのご決断です。しっかりと意味ある決断ができたら、自分中心にこれ世界回ってきますから。副業も本業も楽しくなってきて、仕事自体が楽しくなってくるやろうし、さらに子供のためにいっぱい稼ごうと思えるわけですから、また稼げるようになったら生活にも余裕出てきますし、そこのこの足がかりとしてバチッとここで決断していきましょう。もうこんな感じですね。お客さんこれしっかり決断するまで、これシャワーを浴びせる感じでクロージングをかけていくんですね。これがクロージングのシャワーで、こういうふうにこう連打していくわけなんですよ。この連打がこれめちゃくちゃ効くんですね。例えばこれで私生活でもそうで、あなたが要求を通したいことがあれば、これずっと連打していくっていうことがすごい大切なんですよ。これってやっぱり教育とかでもそうで、あんだね、バイクだけは絶対危ないから乗んなよって、これ小さい頃から言われてたら、基本的にこの人ってやっぱりバイクに乗らんようになるわけなんですよ。連打されていくと、人は必ずしも影響されていくわけなんですね。オックスフォード大学の研究でもあるんですけど、3連打以上で影響力って強くなっていくんです。例えば選挙とかでも A さん、B さん、C さんがいてですね、絶対 B さんがいいよっていうことで、周りの人に言っていったっていう研究結果があるんです。〇〇っていう理由で、〇〇やからこう B さんにしましょう。で、こういう感じで言っていって、さらに大事なことなので、もう一回言いますね。B さんはこうこう、こういうで、こうこう、こうなんで、だから B さんにしていきましょう。こう言って3回以上言った場合にはですね、結構 B さんを選ぶ人が多くなるっていうデータも出てるんです。実は別のデータもありまして、別々の人3人からですね、この3人の人からもう B さんがいいよと、 B さんがいいよ、 B さんがいいよってこう言われた人と、1人の人からこの B さんがいいよって3回言われた時とこれ比べるとですね、それはもちろんこの前者の3人の人から B さんの方がいいよって言われた人の方が B さんに誘導される確率は高かったんですけど、1人で3回言った時の差と比べるとですね、これってやっぱちょっとだったんですよ。だから1人で3回言っても影響はかなり強くなるんで、だからこういった形でお客様のクロージングシグナルが鳴ってる時に、我々営業マン訴求して影響を与っていくっていうのがすごく大切なんですね。だからね、これは最終的になかなか決断できないお客様の背中をしっかり襲っていった意味で、この訴求を連打してシャワーのようにクロージングを浴びせていってください。迷ってるお客様にはこのクロージングのシャワーがこれめちゃくちゃ効くんですね。このクロージングのシャワーを浴びせていくことによって、強烈にお客様の背中を押すことができるんですよ。ですからしっかりとここは勇気を持って決断させるっていった意味で、ズバッと訴求を連打してクロージングをかけていきましょう。迷ってるお客様の背中をね、きちんと押せていける人がこれがトップセールスです。あなたもぜひね、このクロージングのシャワーを使って営業していってみてくださいね。その一つ一つのこのクロージングがお客様に刺さればですね、これ絶対に契約に向かっていってくれます。ぜひこれマスターしてお客様の背中を押していってくださいね。本日はお客様を決断させるクロージングのシャワーをお伝えさせていただいたんですが、皆さん聞いてみてどうでした？自分にもできそう、こうやって思ってくれましたか？いや、こんなクロージングは自分にはできへんわとか、こんな畳みかけることもできへんし、こんなクロージングの言葉バンバン出てけへんわと、そう思った方はですね、それ一言で言うと感覚でやっちゃってるからですね。これってすなわちやっぱ準備不足なんですよ。なんかよくありがちなんですけど、もっと自信持ってこうクロージングしていけとか、クロージングはいつもその場その場で思いつきで言っちゃってるとか、こういうふうに感覚的にやっちゃってたらやっぱダメです。あなたが感覚でこれクロージングしてしまってたらですね、自分のテンションによってこの訴求できてたりできてなかったりと、やっぱりこう分かりやすくやっぱ波が出てくるわけなんですよ。分かりやすいところで言うと、何の知識もない自信満々な営業マンが売り上げ上げてきてたりするんですけど、これってただ単にその新人の営業マンって訴求してるんですよ。でもその新人営業マンがですね、他社情報が入ってきたりだとか、なんか売り上げ下がってきてちょっと自分に自信がなくなってきたりだとか、そういう事態になっちゃったらですね、訴求しなくなってこれ一気に売り上げ下がってくるんですよ。やっぱりこの生成下がってる理由っていうのは至ってシンプルで、自信なくなってきたらこう訴求しなくなっちゃうんですね。やっぱりこれ感覚でやっちゃってるから、訴求しなかったり訴求してたり、こういう事態になっちゃっていくわけなんですね。自信ある時には我々に任せてください、一緒にやっていきましょう、ご決断くださいってこうしっかり言えてんのに、なんか自信なくしちゃってる時とかは、私と一緒にやらせてもらえませんかねとか、この商品ちょっといいと思うんですけど、ちょっと導入してみませんとか、私に任せてくれたらなんかいけると思うんですけどねとか、こんな感じになっちゃってるんですよ。こんな感じで訴求しなくなっちゃってくるんですよ。まあ分かりやすくやっぱ売り上げ落ちてきます。ただね、こういった感覚でなくてですね、しっかりとね、具体的なクロージング投稿ですね、準備していったら、自信がある時もない時もしっかりやっぱ訴求できるようになるんですよ。私もね、このクロージング投稿はもう10個以上こう持ってます。だからこういったクロージングのシャワーっていうのはできるわけなんですね。やっぱりこれやっぱ感覚でやってたら難しいです。重要な時にお客様の背中押せないです。ですから確かに私も感覚でクロージングやってたなとか、私もしっかりお客様の背中を押せるクロージング学びたいなって思った方はもうちょうど良かったです。ぜひ私辰巳のセミナーにこれ参加してみてください。私も毎回この動画の終わりにセミナーの案内させてもらってるんですけど、これもやっぱ訴求ですね。
やっぱりこうやって訴求していくことがやっぱ大切なんですね。そういった意味で言うと、私がしてるセミナーっていうのは、売上がしっかり上がるトークとかっていうのをセミナーでしっかりお伝えさせてるわけなんですね。次の日からしっかり使えますから、まあ分かりやすく結果できます。もう売上がね、何倍にもなったわって、これめちゃくちゃ喜んでくれてますから。そしてためになるセミナーになってますから、ぜひね、ちょっとね、会いに来てくださいね。あなたの期待をきっちり超える自信もありますし、毎週ウェブでやってるんで、ぜひ気楽にね、ご参加お待ちしております。即決営業。それでは今回はお客さんを決断させるクロージングのシャワーについてお話しさせていただいたんですが、クロージングでやっぱり一番大切なのがですね、何度もこれ繰り返しになっちゃいますが、これやっぱり訴求していくことなんですよ。目の前のお客さんがね、購入することに迷っていたらですね、しっかりとこのクロージングをしてですね、決断させて契約させてあげてください。もうそれが結局お客様のためになりますから。例えば仮にあなたが保険の営業マンでですね、ああどうしよっかなと、保険やと思うけどこの場でちょっと決められへんなって、そういったお客様がいたとして、ここでバシッと契約させなくて、仮にこう返したとしましょうか。そしてその人がですね、数ヶ月後にこの思いもよらないこう事故に遭ってしまってですね、働けなくなったとしましょう。本当やったらあの時にあなたが勧めてた保険入ってたら、もしかしたら家族を救えてたかもしれへんのに、あなたがしっかり決断させることができなかったから、家族守れなくなって一生後悔することになります。だからですね、この動画見てる営業マンが私どんな商品取り扱ってるかっていうのはちょっと分かんないんですけど、あなたの商品はこう絶対お客様の役に立ちますから、そういった意味で言うと絶対絶対こう商品を決断させて契約させていきましょう。もう最終それがお客様のためになります。しっかりとあなたがお客様の背中を押せる営業マンになれば、トップセールスになる日も近いですし、過去最高の売上も叩き出すことが可能です。だから日々この営業の動画で学んで、ぜひ現場で実践していってください。我々と一緒に営業力高めていきましょう。また先ほどお話していた無料体験セミナーの詳細は概要欄にあるんで、ぜひねチェックしてみてくださいね。そしてこの動画がいいなと思ったら、ぜひグッドボタンやコメントいただけると嬉しいです。いつも見させていただいてます。ありがとうございます。本日は最後までお付き合いいただきありがとうございました。株式会社即決営業営業コンサルタントの辰巳でした。ありがとうございました。この下の概要欄から公式 LINE に登録してください。あなたの契約率が大幅に上がる3つのプレゼントが無料でもらえます。今すぐ下の概要欄から公式 LINE に登録して3つのプレゼントを手に入れてください。